ホモサピエンスの皆さん、トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日はですね、都内にある某スタジオに来ております。えー、前回、えー、一緒に動画を撮らせていただいたクリスタルジム芸人、えー、モンタナの畑野畑さんと今日も対談させていただきたいと思います。はい、クリスタルジム芸人、モンタナの畑野畑です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。 服がないんでマイクをつけるところがないということで私は手で持ってですね三角筋に聞かせながら今日は対談したいと思いますああそうだったんですねこんな形で出てくると思ってなかったんでちょっとびっくりしてそれしかなかったんでああそうなんですこんなもう分かるように大胸筋で挟むっていうーンもありましたけどさすがにちょっとできんじゃないですかこれでも筋収縮大変だからこれ私が持ってますということでですね今日はとある雑誌のえ とというこでで一緒になったんですけれども前回はですね私の YouTube で横の長編動画とそれを切り抜いたショート動画が公開されまして私が旗の旗さんの体をディスってるんじゃないかと上から目線で何なんだあいつはということでお叱りをいただいてですねちょっとその釈明と謝罪をさせていただければと思っております大胸筋があまりにもすごすぎるということはもう皆さん見て わかあと思います後でですね実際にボディチェックさせていただきたいと思いますけれども、えー、横の長編動画を見ていただければわかると思いますがあくまでもボディビルのステージで評価されるためにどういった部分が必要かということをお話ししたつもりでしたそれがショート動画ではですねなぜか私があの大胸筋以外は大したことねえなみたいな背中足りねえぞぐらいな感じで上からディスって何なんだというコメントに見えてしまった 大変失礼いたしました。はい、あの許していただいてありがとうございます。<laughs> で、あの本当にね。今もそうなんですけど、この大胸筋はですね。私がこれまで見てきたトップボディービルダーの方と比較してもですね。勝ってるんじゃないかなと思う。レベルのものです。そして、世界選手権もえ2回ほど行かしていただきました。けれども、この大胸筋に勝てる選手が果たして何人いるんだというレベルなんですよ。 その自覚ありますいや全くないですねもう気が付いたらこうなっちゃったんですよ、ね、<laughs> だってボディービール出ずにプッシュアップを1000回やり続けてただけですよね,すね家にこもってたのでその世界にそ目を向けてなかった、はい、世界に目を向けてない <laughs> はい お笑いと筋筋、ね、筋肉肉、ね、肉のののみみみにでをやれと <laughs> いう話ですけどね。<laughs> はいはい、で、まあ、クリスタルジム芸人の方はそういう方多いですよね。筋肉が大好きな方が。<laughs> そ,でね、それもお笑いにつながってくるということで、はい、だから知らなかったんですね、まあ。自分の大胸筋がどのレベルであるあを知らずに。で実際に私が見て私がまあ私が見た中での世界での立ち位置っていうものを。 お伝えさせていただいたんですけどそれは相当なところにあると私は思っています今日も改めて見るとねとんでもないなというふうに思うんですよでボディビルという審査においてはバランスというのはすごい大事なんですよ確かにねパッと見た時のパーツパーツっていうのは目に入るんですけどポージングしていくとねパーツパーツだけではねなかなか上に上がっていけないという構造があるんですよ筋量絞りバランスなんですよそれで 私はこの大胸筋に対して他のパーツのバランスに言及したところこれがディスリだと言われたというところなんですこれご理解いただければと思います言い訳がましくて申し訳ありませんが大会に出る以上はこの大胸筋にですね全てのパーツを揃えていかなければ全部が欠点になるんですよ分かってます今の自分の危機を <laughs> 大胸筋のせいで、はい 他の部位も、まあ、頑張ってはいるけど、ちっちゃく見えてしまうっていうところ、ね。こうです。もう他の部位が全然足りない、全く完成度の低いボディービルダーという楽園を押されるんですよ。<laughs> そんな。<laughs> そんなふに。危機的状況だってことを、ご理解されてます。あその危機とは、ちょっと思ってなかったんですけど、ね。危機ですよ、これは。はい、ホモサピエンスでもない、ボディービルダーでもない、本当も、う何なんだと。 あ何なん有次元の存在になってしまいかねないわけです、<laughs> その危機が来てると<え>。要はですね、この大胸筋が私が見た限り日本トップクラス、はい、下手したら全日本ボディービル選手権でも、まあ、相澤選手、大胸筋ですからね、今ね、日本一の。うん、いや、でもね、遜色ないんじゃないですか、これ、本当に、相澤隼人選手と。ってますで、その相澤隼人選手は、他のパーツもこの大胸筋に遜色ないからこそチャンピオンなんですよね。これ、波多野さんがこの大胸筋に全部のパーツを揃えたら、チャンピオンになるんですよ。 その,そのレベルなんですよ。で逆に言えばですよ大胸筋の次元に他のパーツを成長させることができなければもう全く箸にも棒にもかからないボディービルダーで終わってしまうかもしれないです <laughs> なんですよ。ねスじゃないですよいやこれが本当ににリスじゃなくて <laughs> 本当にねバランスのね恐ろしさをね,ね,ねぜひ皆さん知っていただきたいんですよ。はい、だってこの大胸筋に全部揃ったら日本一世界一になるかもしれないってことですよ。 それぐらい強烈な大胸筋をつけちゃったんですよああ<ー>、それだけ自分が重大なことをしたという自覚ないじゃないですか <laughs> いやそうですねそうです無自覚恐ろしいということは本当にこういうことだなと思いますけれどもということでですね今日改めて、えー、この大胸筋の立ち位置というものを今解説した上でここに揃えていくということが、えー、完成度の高い肉体ボディービルという競技場ね完成度高い肉体を作っていくために重要なことです 正直言いますよこれ私の大胸筋なんかよりも何倍もいいですからそうで私の場合は他のパーツとのバランスでうまく評価を上げていっているって感じなんですよね、うん、なのでぜひです、ね、この大胸筋にふさわしい他のパーツを鍛えると、はい、他のパーツをつけていくというのが畑野さんの次のステップ、うん、というか、えー、唯一残された生き残る道ということで,です、ね、ボディチェックしてみたいと思いますよろしくお願いします。 ということでですね、えー、実際にボディチェックに入っていきたいと思います。もう大胸筋はねもう見たらわかると思います。このフロントから見てもね立体感があってちょっと力1回抜いていただいていいですか。この大胸筋下部がしっかりね、えー、この下横ともに、えー、豊かなカーブを描いていて十分な筋量がここに影を落としてますよね。これが正面から見た時の、えー、インパクトにつながるんでファーストインプレッションめちゃくちゃいいと思いいますす入っってて時にこの人ごいってなるんですよね。ね 次取るポーズ、フロントダブルバイセップスの時にこの大胸筋の下部外側のカットがです、ね、多くの人はなくなるんですよ。というのはこの状態上腕骨を外転外旋、伸展に持っていくとですね大胸筋伸びてしまって薄くなっちゃうんですねでもこれだけあればフロントダブルバイセップスでですね、相当インパクトのある大胸筋の輪郭を描けると思いますのでちょっとダブルバイセップスしてもらっていいですかね。大丈夫です ということでですね、ここここにですね、線がもうちょっと出てくるとさらにいいとは思いますけど、これポあ出てますね、十分出てますねこっちから見てそ,そっち影で分かんない。ねここの輪郭がしっかり出ますよね。これはね大胸筋外側とカーブがしっかりしないと出てこないんですよ。もっと薄くなってのっぺりした、えー、フロントダブルバイセプスになるんですよね。今どうですか、ダブルバイセプスしてて、はい、ここが強めるって理解されてました？いやなんか自分もやっててこう伸びちゃって、うん てあんまりこう胸も強みとか出てないのかなと思ってたんですけど,なるほどもっとポージング工夫するとさらに出てくるかもしれないんですけど、はい、ここはね自分の強みになることは理解しといた方がいいと思います、はい、こ,この大胸筋の外側から下部に向けてのこのラインですねこれはねフロントから見た時にインパクトになっボードさんとかはそこは強いんですよ、はい、フロントダブルバイセップスの立体感ぜひねちょっと注意深くポージング作ってもらいたいと思います、はい、背中行ってみましょう私がね 波多、えー、野さんの背中をデスってるとて背中をちょっと見てみたいと思います <laughs> バックダブルバイセプスお願いします、はいはい、どうぞもうちょっと立てた方がいいかなでちょっと広がりをつけた方がいいですねもうちょっと広げるんですよそうこれまでね寄せすぎてるんでそう向こうに向かってダブルバイセプス取るぐらいでいいですよそうでもうちょっと背中収縮させてそうそうそうそ,うそんな感じやっぱ広がりが大事なんでねはい ありがとうございます、はい、あんまりポージングはあれですかまだまだ自分の中でこう練習量というものをで、はい、でしたっけそうですね去年の10月に出てその時に初めてポージングをやってなので。うん、ですよね今見た感じもっともっと洗練させることができると思って、うん、やっぱり自分の筋肉の良さをアピールするポージングを作っていく。はい で本当にステージに上がった時に審査員に向けていいポージングをちゃんと見せるっていうプレゼンテーションができるとこれだけの大胸筋がより目立ってくると思うんですよね、はい、背中も決して弱くないんですけどやっぱねフロントを見てからサイド見るでしょサイドチェスト見る、はい、で次バック見くじゃないですか、はい、フロントポーズとサイドポーズで大胸筋見た審査員は次バックポーズであれってなるわけですよだから背中の凹凸感はもうちょっとつけていく。 っていうことを意識してやると、楽さがない。フロントもいい、サイドもいい、バックあれってなるわけですよ。それでチェックスコです。よ最初の場合四ポーズですよね。フロントダブルバイ、サイドチェスト、バックダブルバイでアブドミナのサイなんですよね。だ最初の二ポーズで結構胸が強調されますから、そこは逆に引っ張っちゃうと。それ突き抜けれる場合もあります。キックをしてくると背中向いた時きに畠野さんが。 あれ大胸筋、前ほど目立ってないなっ,てなっちゃう,ってう,、ねうん。え、背中から僕だけ行くっていうのはなしですか。それダメでしょう。<laughs> それ、芸人だから、ってそれダメでしょ <laughs> あ、すみません。はい。ルールがあるんで、ね。あルルはい。はい、でも、ね、ほ、いん、印象なんでね。はい。そうでボ、ボディ、ボディービル結集って七ポーズじゃないですか。うん、で、いろいろ、こう、ポーズを変えて、変えて、変えて、変えて。隙がない、隙がない、隙がない。どこかで隙があるのが出てきちゃうんですよね。うん 隙を隠せなくなるっていうことなんですよ。やっぱりこのフロントのファーストインプレッションがいいだけに、はい、それがマイナスに働いてしまう可能性も考えて隙のない体作りをしてもらうのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。じゃ岡田さん的には僕はもう背中ですか次に重、まあ、そう足あま見えてないんで、はい、やっぱり背中でしょうね。背中がついた時には。うんはい まあ、あの競技レベルの高いボディービルダーになっと腕、肩も,もっと太くなってきますけど、うん、まずはやっぱりこの体表面積が大きいこの前胸と腹筋の部分と背中の部分がしっかりついてくるっていうのがまず第一段階の足しゅうようなのかなともちろんだから大胸筋に対して全部鍛えないといけないのは間違いないんですけど <laughs>、はい、順位を上げるって観点でいうと私だったら背中かなというふうに思います、ね、かりま今歳歳です30歳はい そうなるとです、ね、早め早めになるべく背中のトレーニングの重量を上げていく、うーんなるべく若い頃観関節が元気な頃そして筋トレに対するモチベーションが高い時に、高重量に挑んでいくんですね、うそうすると、後になってはできない体作りができますよ、はい、10年後ではできないチャレンジができるんで、その中で背中のトレーニングのレベルを上げていく、筋,量も筋力も増えてきます、筋力増えれば筋量ついてくるし。 凹凸感もついてきますので、はい、背中僕その胸の種目でやっぱりプッシュアップだけをもう常にやってるので、もう一種目しかやってないんですけど、はい、背中とかはそのもう何種目も日によってちょっと分けたりした方がいいんですか。本来は何種目かやった方がいいんですよ。ただ大胸筋に関しては本当はそうで、でもこれ1種目で作ってるんで、はい、もしかしたら畠野さんは通常の概念を覆す存在かもしれない。 1種目だけでもも作れれるかもしれない。ただ背中の場合は明らかに機能分担が違う筋肉が多いんで、うん、少なくとも3つはやった方がいいとつ、はい、デッドリフト弁当、はい、ーバーロー、はい、そしてチンニングこの3つはやり込まないと通常は厳しいと思いますわ、はい、かりました。通常はですね、うんはい、でこの3つのとにかく重量回数を徹底的に伸ばしていけば、まあ、大胸筋がここまで肥大するわけですから他のパーツも肥大する可能性高いと思いますんでレベルの高いボディービルダーになれるんじゃないかなと。 いいいいうふううふに思います。すも個、はい、でか、ね、そういうふうに僕は今背中に意識を向けてしまったから腕肩頑張らなくなったらだめですからね腕肩が細いのが残ると <laughs> <や>これまたあとは大変なんですよ背中に意識をもちろん向けていただきたいんですけど腕肩もしっかり忘れないように、はい、とにかくここに見合うパーツをつければすごい選手になると私は信じてますんで。はいはい あのクリスタルジム芸人をやめてもですね、なんとかなるんじゃない,か<笑>いやお笑い頑張ります。お笑い頑張ります,しりります。しっかり頑張ります。お願いしっかり頑張ります。ということで、今日はですね、えー、私が以前提供したショート動画で、畑野さんのことをディスってるんじゃないかという疑惑が出ましたので、その釈明動画ということで、緊急で動画を撮らせていただきました。今日は緊急でありがとうございました。ということで、トレーニング、っしゃい 私が創業したジムガレージではトレーニングマシン販売、ピラティスマシン販売、そしてジム出店トータルサポートをしております。詳しくは QR コードを見てトレーニングいってらっしゃい。私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド。研究開発を重ねてさらに進化いたしました。すべての味で天然甘味料100%になりました。そしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしました。スポーツサプリメントでは初のあるグラスペット低分子ホエイペプチド。 そして筋合成のスイッチを押すロイシンなど筋肉にいいものしか入っておりませんさらにアンティドーピング認証ももちろんクリアしております最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモ・サピエンスからボディービルダーへと進化してくださいそして携帯できる最強 PFC バー6パックプロテインバーそこに完全栄養食も加わりましたさらにはマシン書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいておりますぜひチェックしてみてください